田中みなみ初写真集が初登場1位女性ソロ写真集初週売上歴第2位1位はあのアイドル12月23日負の最新より今週間ブックランキング集計期間12月9並ダッシュ15日で元 TBS アナウンサーでタレントの田中みなみ33の初写真集シンスレ Years 宝島社が初週売上下14万部で初登る場1位を得得したことが19日分かった。また、女性ソロ写真集で初週売上げが今年2月4日付のギ木坂46。生田帰里花22のインターミッションの179万部に次ぐ歴代2を記録した。 コうスタートを切った田中は今回の撮影にあたりボディメイク特にお尻作りを頑張りました。ただ絞るのではなく部イによってトレーニングのアプローチを変えてあるほど旅脂肪を算した売れたくなる体に、これが嘘切りのない今の私の姿ですとコメントした肌の質感はあえてリアルに残してもらいました。 大きな話題となっていた写真集は13日の発売を前に10万部の増刷が決定し、累計22万部を突破、発売3日で再び重版が決まり、累計30万部を突破した。10月18日に開設した期間限定 IN スタック、ラムアット南ナムイタ経営アンダーラインオブフリースイアールは、 フォロワー数が140万人を突破するなど反響を呼んでいる。二伝説の料理の鉄人から20年、富士が料理の神様を28日放送。MC は料理番組初挑戦の吉田光太郎。 富士テレビ系伝説の料理番組料理の鉄人が料理の神様28日午後1時30分として20年ぶりに復活することが20日分かった。支配人にふんふんして MC を務めるのは俳優吉田幸太志郎60。TV 番組で MC を務めるのは1年ぶりで料理番組は初となる。 1993年から1999年まで放送された料理の鉄人は、加賀城文69が美食アカデミーの主催者にふんふん。し、テレビ誌に輝くなシーンを数択生み出し、日本中に大ブームを巻き起こした。20年越しに復活した料理の神様のテーマは、科学×料理。 香川は20年前科学との融合が新棚料理の未来を切り開くと信じキッチンオクタゴンという実験場を開設。そこは日々科学的な道から料理を分析し料理に対する先入観や言い伝えを覆えしながら全く新たなレシピを生み出し続けている。そしてキッチンオクタゴンは時に料理の格闘場にもなりな料理人を生意では 新たな支配人吉田と秘書の同局アナウンサー井上聖華24か見守る中謎に満ちた凄腕の料理人である。ミスター・ゼウスがキッチン・オクタゴンのレシピに忠実に作った料理と名料理人が作る料理。どちらが本当に美味しいのか真剣勝負の火花が散らされている。 また、料理対決の審査員には、女優の方、平渚、ぎさ、60、陣の内智則、45、足立里香、27、加飛ば。対決の実況を、務めるのは、同局アナウンサーの伊藤理人、4、7、解説は、料理の鉄人と同軸服部幸雄氏、さち74。対決する料理には、オーナーである加賀により、ハンバーグと貝、鍋肉、ぽい香ー。 の二品が千羽出た。まず行われたのはハンバーグ対決。大名県のシゲイズルキヒロ東洋の木の井ノ健一イ氏。ミートヤザワの福島アキラ氏などいずれも絶品のハンバーグで知られる名店のシェフが勢揃い。ハンバーグが選ばれたのは加賀が A5 ランクに頼らない想像を超えるハンバーグに出会ってみたいから。 うつつに大名意見のハンバーグも英語ランクの黒毛は牛のヒレ肉100%だ。吉田は我々は気の遠くなるような調査と試行錯誤の末ある牛肉にたどり着きましたと明かし追血の幕が上がる。最高の食材と思わず見取れてしまうほど鮮やかな職人技で料理する茂る歴史。 一方、ミスター・ゼウスはあまりに意外な部位の肉を取り出し、審査員の片平が思わず和菓子を見ているみたいと述べるほどハンバーグを作っているとは思えない料理法を披露する。茂る歴史とミスター・ゼウスが作ったハンバーグは一度を困惑するほどあまりに侵略なハンバーグが出来上がる。 さらに料理番組初 MC の吉田に足竜がこんな MC 見たことない M と思わずツッコミを入れる場面も。香川海鍋肉をフカヒレ料理に並ぶような一品にしたいという。続いて貝鍋肉対決。一体何が起こったのか 2は日本で広しく食されている貝鍋肉は四川料理を日本で広めた天才料理人、陳建民が基本人向けにアレンジして作り上げたもの。本場中国の貝鍋肉は食材も味もいい、さらに四川料理を代表する一品として求割れていた。 そこで吉田は県民さんが考案した貝鍋肉を我々が超えてみたいと話し、建民の息子であり、あの中華の鉄人、陳健一が招かれた。圧巻としか原因用のない健一の料理、そんな健一を前にミスター・ゼウスは行天の貝鍋肉を披露する。三者が横田の夫、木下広勝氏、はワ疑惑に反論、そのような記憶はありません。 元女子プロレスラーのタレント、ジャガー横田58の夫で、医師の木下広勝氏51が19日。ふみオンラインで報じられたパワハラ疑惑について文書で反論した。サイトでは17日に岸も氏が循環守る氏として働く男性が車のトランクを閉める音に激怒また暴行し、たなどと報じている。 同志は言葉で注意することはありましたと叱ったことは認めたが暴行についてはそのような記憶はありませんと主張した。4大谷に援軍エンゼルスがバサウマエースのタラン獲得。大谷翔平投手が所属するエンゼルスが19日日本時間に0日ブレーブスから HUXA となっていたフリオ。 タラン投手28と900万ドル約9億9000万円で1年契約に合意と複数の記者がツイートした。タランはコロンビア出身の右腕で2013年からブレーブスの先発ローテーションに加わって7年連続30試合先発規定投球回以上をクリア。 今季も終盤に調子を落としたものの33試合に先発し10勝11敗防御率3。81で2年連続畜生派に大きく密ぐ県した、オールスター戦にも2度選出されたタフな投手だ。エンゼルスは右肘手術の大谷を投手で起用できなかった今期72勝90敗とに0年ぶりの低迷。 中でも投手陣は2桁勝利規定投球回以上はともにデート先発陣の工夫足が今オフ最大の課題だった。そこでオリオールズから今季161回にスラッシュ3を投げた右腕のディラン・バンディをトレードで補強。今季20勝のゲリット・コールの絵得にも意欲を燃やしたが、 マネー合戦でヤンキースに敗れたもののタラン獲得で2年ぶりにマウンドにレってくるマサルタミが順調なカムバックを見せれば、バンディ・タランと他球団に決して身を取りしない先発陣形成となった。タランは平均球速は89.7マイル、約143キロと決して速くはないが、スライダー、カーブを交えてのピッチングで知られている。